ヤマのおばが滞在2日目の日が昇る前の動画から始まります。朝日を見るために前日の夜に借りた E バイクでオールドバイガンという地域まで来ました。バイクに乗っている途中で地元の人に話しかけられ、朝日を見るのにベスト スポットを教えてもらい連れて行ってもらいました。このパゴダは唯一この辺りで登れるパゴダです。教えてくれた人がシークレットスポットだって言ったけど、結構観光客がいました。だけど綺麗に初めてこの場所で朝日が見えました。登って朝日を見ました。みんな帰っていっちゃった。Things are going right. You seem to have the time. But when it's hard, you just grow cold up. We should be good, but we keep lighting fires. The words repeat, cause we're scared of the silence. We should be good, but we keep lighting fires. Fires around ourselves.We should be good, but we keep lighting fires. The words repeat, cause we're scared of the silence. We should be good. はい、ホテルに戻ってきました。朝ごはんを食べました。お腹に着いた。こんな感じ。朝ごはんです。意外にもあんまり種類がなかった。で、Eバイクを1日6000チャットで借りてます。この2人乗りのでかいやつ、てかこっち借りてたけどバッテリーがなくなったのでこっちに変えてもらいました。勝手にホテルに迷い込んできました。このね、旅ならではコロナウイルス対策用のアルコール読めない。ここのパゴダが初めて立ち入り禁止になったパゴダで、あそこのバンブーで飾ってあるそこのエンターは昔は登れたそうです。手の腹があって横に添えてくれた。Yeah, this is stone, no sand. You can touch, no problem. No problem. Very, very easy. Tanaka, we just get to the job. I'm going to come up with my sand chop. That's it. I can't.もともとはあそこにあったけど地震で落っこちてきたもともとのやつだそうです。でかい。パゴダの中で2番目に大きい明治像です。買ってくれた。
次また。